ヒビが出たらしい。これジャングル。もう焼きすぎじゃないそれ。ビビビビビ。最初。何かに当たりました。はい、キャンプです。今日は午前中仕事終わってから2時に家を出てもう3時、ちょっと遅めですがこれからキャンプに行きます。で、遅め出発ということで近場の家から30分ぐらいの八犬山ワイナリー、冬は何回か行ったんだけどこんな真夏に行くのは最近オープンしたから、ね、まだ夏営業してなかったのか。ファイナリーだからまたそこでワイン買ってイタリアンパーティーにしようかなと思ったんだけど、さっきスーパー寄ったらうまそうなホタテとか見つけて結局海鮮を買って終わったっていう、ちょっとイタリアンの線はなくなりました。いつも通り。久々です。マジで札幌っぽくないよね。うわ、右側見て、こっち、やば、いいね。到着しました。今日はちょっと奥の方の初めてのサイト、うん泊まらせてもらうことになったんですが、うん、奥の方でこう森に囲まれてる分結構ジャングル、ジャンゴジャンゴ、すごくない？これ鳴き声、鳴き声っていうかこれ何の鳴き声？セミ？いろいろいない？すごいジャンゴで、さっきヒビが出たらしいシマヘビ、あのいい子らしいんだけど、毒とかはないいい子なんだけど、ヘビが出たって話を聞いたりなんなりして、このジャングル具合に若干怯えつつ、めちゃくちゃ素敵なサイトなのでここにしようかなと。いいですか、ケンさん。イボムシ死になんないぐらいの怖さだよ。ヘビはね、結構アリとかもさ、どでかいんだよね。私の小指の爪ぐらいあるんだけど、アリが。あっちに住むよ。みんないるとこに住む。リス出るって言ったからリスには会いたい。いや、リス会いたいさ。ヘビには会いたくないな。ちょっとあっち側見る。うん、いいよ。いや、この景色やばくない？これ札幌だよねって感じの。人間の世界の方がいいな。人間の世界ってどういうこと？あっちも人間の世界でしょ？あっちはジャンゴ。ジャンゴ。こっちもジャンゴだよ。まあまあ。ほら。でも人がいるから、もしヘビが出てもさ、うん、あ、助けてもらえる。うん。そうだよ、ね。ケンは助けてくれないじゃん。え、助けるよ。真っ先に瞬足で逃げるじゃん。あんたもでしょ。私は転ぶもん途中で。転ぶ？うん。走ってる最中に転んで、ケンは転ばないから私のことを言ってそのまま突っ走って逃げる。木のさ、チップがすげえ好き、いい、ね、俺、うん、こんな人間界からちょっと離れた先なんだよね。この結構やっぱりお虫さんも多くて、うん、動物と虫と共存って感じだもんね。そうそう、このエリアはこの横になんか池っていうか川みたいなのもあって、うん、もちろんそれがいいんだけど、うん、なんか不安になってきて、うん、今スタッフの方に、いつもよくしていただいてるスタッフの方にやっぱりあっちにしていいですかって言ったら、ワイルドすぎたはい、すいませんっつって変更して、絶対みんなこっちの方が好きだでしょ、うんうん、キャンプ歴長い人たちはさ、うん、野営っぽいじゃん、うん、こちらまだ人間界から離れられないようです
悔しいね。なんかこっちで一泊してやりたい気持ちもあるんだけどちょまだ早かった。いや一人でトイレ行けないかも夜ちょっと。今度ケントここでソロキャンすればいいんだよ。ケン二人でも怖いっつってる話なんだけど今ケンすれば一緒できないでしょ。絶対絶対できないでしょ。怖いね。We didn't know just what we were leaving, but our curious hearts had us believing we'd be okay. じゃあここにしました。このツリーハウスの横、この下のこのチップみたいのが、ウッドチップみたいのが、うん、テントも汚れなくて良さそう、うんうん、木漏れ日感もいいね。ここ立てますか。限界や。木の匂い、チップの匂いが綺麗な匂いが、新築の匂いですね。もう3時半ですよ、うん、急いで立てないと、うん、このチップにゼクちゃんの色味めちゃ合うな。完成しました。暑いね今日、うん、何度ぐらいなんだ。さっき20度って書いてあったけど、もっと暑い気がする。いいね。おおいいね。こんな感じです。今日もストーブいらないよ。バーベキュー会場はここですね。おそうだ、今日から混続中よ。はい、ちょっと私腰最近やっちゃっておりまして、腰痛再発っていうか自業自得なんだけど、うん、あの無印の人をダメにするソファーみたいなやつ、はいはいはい、クッション、うん、あれにこんな感じで寝てたんだよね2時間ぐらい。 それで痛くなったのか少し。多分そうじゃん。腰悪い人って柔らかいところで寝ちゃいけないんだよ。硬いところで寝なきゃいけないんだよ。でもなんかあのビーズクッションの上で寝ちゃったから、うん、腰やっちゃってということでこちらにしました今日は。もうちょいこっちにやってなんかこっち、うん、すごい綺麗だ後ろが。じゃあこんな立派な牛タン、お隣さんから超立派な分厚い牛タンいただいて、でちっちゃい男の子も一緒に来てたんだよね、うん、でその子も YouTube 見てくれてるみたいで、うん、犬馬夫婦だって言ってくれてたんだけど、うん、うちらがこの牛タンもらった瞬間に、うん、分厚いとかってめっちゃオーバーリアクションしてたら、子供が男の子キラキラ肩で笑ってたね。あれリアクションでかすぎたって言ったら笑ってた、ね、しかも今日うちら牛タンパーティーなんだよね。そうでも、うん、スーパーにあんまりいい牛タンなかったのさ。薄かったね、うんうん、で買ってきた妥協して買ったのさ、うん、そしたらめっちゃいい牛タンもらっちゃったっていう。めっちゃ楽しみ。こういうのが買いたかったのよ。あれだもうやろう、もうやろう早く。ネギダレ作るわ。
牛タンいきます、はい、先ほど視聴者さんにいただいた厚切り牛タン、はい、コストコのやつって言ってちょっと待ってください、はい、コストコ厚切り牛タン焦がさないようにしないとやばい、これやばい。ちょっと薪を間違って入れちゃってね、うん、高さ出そうと思ったんだよね、うんうんうん、高さ出さないと炭が遠いから下に火を置いたら、まあ当たり前の話なんだけど、うん、その薪が燃えて、うん、ファイヤーしたでももうどうしようもないから、うん、横でね、端の方で端の方で、うん、今あそのさっき牛タンカレーくれた方が、うん、ここの赤ワイン塩を買ったんだって、うん、それを牛タンにかけたらめっちゃうまかったと思う、うん、だから使ってくださいっておすそ分けしてくれる、ね、ありがたい。うちらもその赤ワイン塩のソフトクリームは食べたことあるじゃん。そう、めっちゃうまかった、うまかった、うん、でもその赤ワイン塩単体では買ったことなかったから、うん、売り切れてたんだよね、うんうん、になってて、うん、やばい、ちょっと取ってあげて。何手袋、気をつけて、気をつけて。うわ、うまそう。もう焼きすぎじゃないそれ。もういいんじゃない。もうここで食べる、うん、ここで食うか。ビビ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 ビ牛タンのためのやつ、うん、ネギダレ、ネギ、ごま油、塩、レモン、ブラックペッパーでいいそうです。牛タンのネギダレ、うわ、これにごま油、ブラックペッパー、塩も本日もこちらです。北海道の自慢、札幌クラシック夏の爽快限定パッケージ、もうちょっとでフラノヴィンテージも出るかなと思います。そうだ、楽しみ。乾杯。乾杯。うわ、あうまい、進むわ。まずこのネギダレにつけて食べてください。ああ、さん、うケン食べて、いや食べて、ケン早く。ちょっとこのでかいの食っていい？あ、まずい。うわ、これ絶対うまい。うわうわうわ、こういう感じ。あ、ケン待って、あつつつ、あつつつ、あつつつ、はいはいはい、いけいけ、薄い薄い、ちょうどいい、話しかけんなって感じ。やばい、涙出る。こんな美味しかったっけ牛タンって。コストコの牛タンやばいんだ。めっちゃうまい。いただきます。え、こんなうまかった。牛タンの汁がもうごま油合うね。でもこれ赤ワイン塩も食べない、赤ワイン塩、ああ結構たっぷりつけていつやね。いつやね。赤ワイン塩バージョン。はあ、うん。はあ、うまっ。久々だこんな牛タンうまいと思った。これっけ。自分たちが買ってきたしょぼい牛タンも。まだあるんだけど、うん、一旦違いですと、うんうんうん、これ多分初登場かな。これやばくない？こんな金額見たことあります、うん、実は知り合いから聞いたんだけど、うん、ホタテって、うん、一般的に売られているホタテよりも違いの方がうまいらしい、うん、あー聞いたことある。あ、っていうか知り合いっていうか、この前あのうちの父親の実家、あー行ったじゃん。そうだそうだそうだ、その時にいや違いの方がうまいんだよって言ってたのよ、うん、でこの違いを炭の上にわーって並べて、うん、わんこそばみたいにわーって食べるんだよねみんな。漁師の人たちはもうみんなそうやってやってるらしい。これが一番うまいらしい。ホタテの違いです。焼きます。味がすごい凝縮されてるのかな、なんか濃いみたいな、うんうん、確かに。これ70円だよ。やばいよね。やばいっしょ。もともと140円っていうのが、あーいい匂いしてきた。
これ道南の方だけなのかな、こういう食べ方って。道東の方もやるのかね。どうなんだろう。うわー、もう早速パカパカ開いてます。うまい、うまい、めちゃくちゃうまいやっぱギュッてなってんね、味が。味が、いただきます。おー、うまいね。一見この黒い部分食べちゃダメなんだっけ。うん、死骸でも食べちゃダメらしい。食べちゃった今。すげえ静かだな。めちゃめちゃいいね、やっぱ発見山。なんかロケーションがいいとさ、マジで早起きしたくなるよね。うん、チコツコもそうだったけど、こちらこの間3時半に起きれたもんね奇跡じゃない。雨降ってたけど奇跡だよ。なんで起きれた日にかけて雨なんだろうこれ最高の珍味だわ。甘エビのボイル、めっちゃ安いやつあるんだよ、うん、200円ぐらいのやつ。あれに匹敵する美味しさじゃない。格安珍味。うん、格安珍味。味とコスパ最強だね。70円ってやばいな。やばいいただきます。確か去年やった時失敗しなかった。ちょっと失敗言ったんだっけ。うわーって出てきたっけ泡。あ、出てきてなかった。なんかちょっとやや失敗したよね。さて今回はどうでしょうか。生ジョッキ缶普通に開けていいんだよ。開けてこうやって手で温めたらいいんだって。ああ、12度以上は吹きこぼれ注意。すごい、いい音した。うまそう。うまやば、面白、おもろいな。すごいね、朝日さんもすごいわ。うわ、どんどん泡く、ね、どんどん泡くる。どんどん天才、これ考えた人、うん、ちなみに今は焼き鳥を焼いております。串鳥の、これうまいんだよね、豚シソロール。絶対うまいやつだこれ。俺もやりたい、俺もやりたい。種類のエビがあるんですね。臭っ、めちゃめちゃ臭い。臭いよ。今日の後半で使うんですけど、先に剥いていきます。で、そうだ、殻も使うんだ。殻はね、明日使うんですよね。楽しみだな、明日も。これうまいよ、多分一個食っていいかな。刺身用だってね。うん、生って書いてある。うまっ。え、これ甘エビよりもうまいかも。めちゃうまいよこれ。え、めちゃめちゃうまい。ちょうだいよ。食え、食え、それ食え。うまっ。ジャンゴーにしなくていいですか。なあ、シンマ怖かった、うん、ジャンゴーにしなくてよかったし。ついに届きました。前回ぐらいのキャンプかな、うん、うちらが北海道米が大好きで、うん、その中でも夢ピリカがマジで好きっていう話をしたんだよね、うん、そしたら私たちの YouTube を見てくれてる夢ピリカの農家の方から、うん、皆川さん皆川ファームの皆川さん、皆川ファームの皆川さんが、あのぜひうちの夢ピリカすっごい一生懸命大事に作ってるんで食べてくださいって言って送ってくれました全然動画とかでも紹介しなくていいので普通に家で食べてくださいって言ってくれたんだけど、うん、夢ピリカ全力で推したいから、うん、もうそれはもうこの度袋ごと持ってきました
いつも家でビニール袋に1合分だけ入れて持ってくるんだけど、それだとどこの何の米か分かんないから。いや、しかもこのパッケージがさ、なんかうまそうだ。めちゃくちゃかっこいい。これで今日はエビの漬け丼、そしてその漬け丼に使ったエビの殻をちょっと炒めまして、明日の朝北海道の自慢、夢ピリカ三直米、三地直通米ってこと？No. No. ただ夢ピリカの CM はですね、マスコデラックスさんがやっておりますので、どう頑張っても太刀打ちはできません。わあ、楽しみ。こちらです。すごい楽しみ。カエルの声がすごいですね。でも遠いから大丈夫だね。うん、いや、テントの中からさ、焚き火見れるの最高だね。うん、なんかあんまり今までやったことなかったね、これ。初めてじゃん。しかもランタンもさ、いい感じだし。うん、ランタン増やしたい。え、まだ、うん、いや、もういいしょ、ランタンは十分だ。欲しい。何欲しい？ちっちゃいやつだな。今日あんまいなかったから出さなかったんだけど、百均。つけてみようじゃあ。うん。あ、すごい、なんか匂いする。アロマって書いてある。おお、爽やか。ずっと続くのかな。色味変わってないのか。うん。6時間の使用で1ヶ月効果が持続。そうなんだ。さてさてさて、どうでしょう、皆川さんの夢ピリカ。つやつや。あ、もちもちだ。うわ、早く乗せよう、あれ。ちょっとこれだけ食べていい？うん、いいよ。いただきます。違う？もっちりしてる。ちょっと俺も食べたいかも。うん、確かに弾力がある感じする。こちらです、甘エビの。甘エビじゃない、シマエビでしょ。シマエビの漬け。あ、その汁、汁、汁、絵的にはどうだろうね。うん、卵とかここに落とせればよかった、ね。ありません。なんかスカスカになっちゃった。もういいや、これで。ヘリか。うん。のりはのり。ない。こういうこともあります。そういうことね。盛り付けし失敗です。言ったんだよ、私県にエビ足りないよって。いいこと思いつきました。こういう感じですか。味しっかりしてたよ。え、いいよ、ゲート食べる。それうまいよ、間違いないよ、多分。すごい、なんか味噌が、エビの味噌がちょっと入ってて、うん、いや、実際このもう汁だけでいけんのよ、ご飯。わかるわかる。ご飯もうまい。めちゃめちゃ甘くね。甘エビよりさらに甘い。卵の黄身と海苔があったらもっと最高だった。大事なんですよね、やっぱりその人たち。あとはあのアサリの味噌汁があったら最高だった。ペロリだな。うん、ご飯なんだろう、すごいフレッシュな感じ。光ってる。うん、油入れたかのように光ってる。光ってる。腰痛いな。監督チェアでも痛い。後遺症。ディズニーランドでさ、うん、トイストーリーのゲームで負けた方が、うん、マッサージみたいな話してたじゃん。うん、でなんか私が通ってるさ、リンパマッサージとかしてもらってるお店、うん、あるんだけど、うん、
そこのスタッフの人がさ、YouTube 見てくれてて、うん、いや今からホテルに帰ってマッサージとか言ってたから、うん、なんかてっきりそのホテルについてるマッサージのサービスを利用する、うん、だと思って、それであんなに浮かれてるのかと思ったら、なんかまさかお互い自分たちでやるとは思わなかったみたいな感じで、めっちゃ笑ってくれて。やっぱ1ミリもなかったね、お金払ってさ、ホテルのマッサージを利用するっていう頭はなかった。ないないない、考えたこともないっていうか、なかったんじゃない、あのホテルに関しては。そんなサービス、ないない、ね、そういうホテルじゃないもん。受けたよね。貧乏臭いのかな、俺ら。貧乏臭いでしょ。どう考えても、どう考えても貧乏臭い。かわいそうに島、この家に生まれて、パジャマも買ってもらえないしね、一日中同じ服着せられて。脱ぐか、そろそろ。作ってやる島。なんか服着てたところ綺麗だ。お、よかったね。お腹当たったらしい。ホタテのウロかも。ね、怖いね、ホタテのウロ。今ぐらいだよね、4時間ぐらい。寝る前のお湯タイムが始まるところなんですけど。食べてて。かわいそう、かわいそう。帰る、帰る。いや、だってさっき泣き星だからいるでしょ、そりゃ。帰る、すぐそこ、すぐそこに帰る。でかいの、でかいの。めっちゃちっちゃいな。俺こんなの想像したけど。めっちゃちっちゃいでしょ。なんか当たったわ、完全に。マジで吐く感じではない。いや、ちょっと気持ち悪い。なんかさ、しかもこの辺も痛いんだけどさ、なんか噛まれたとかじゃないよね、マムシとかに。何もなってない。これはなんか神経症状かもしれない。神経症状、神経症状、うん、しびれみたいなの前兆。あ、そのホタテのウイルスから。末梢神経のしびれ、吐き気、腹痛。ありがとな、心配してくれて。だ、申し訳ないの。じゃあこのモンブラン食べる。持ってんの、あんた本当に。じゃあサクッと食べよう。でも寝よ、今日。ローソンのお抹茶モンブラン、ケイトが食べたいって言って買ったんだけど、食べれそうにもないので。さすいただきます。すげえ、もっちもち。うん、結構甘め。また来た、波第2波。やばいやばい、やばい。なんか寒気とかしてきて。え、マジやばいっしょ。もう普通に寝ようか。本当にやばそうなんで寝ます。これから熱上がるかもしれない。もしかすると明日動画回せない状況になってるかもしれないですけど。なんでちょっと楽しそうなの、あんた。何そのふざけた真面目風みたいなんですよ。なんか当たったな。ホタテしか考えられない。あれめっちゃ安かったもんな。はい、さっきまたカエルいたんだよね、トイレから帰ってきた。やって。私がさっき自分が見たカエルのモノマネ剣に言ったら、剣がめっちゃ似てるって言って。めっちゃ似てた。激になってやって。嫌だ。帰る。あら、全身使わないとできない。いいよ、使って。立ち上がんないとできない。じゃあ明日の朝。お腹痛いんだよ、こっち。どうでした、今日は。何かに当たりました。かわいそう。マジ夜中お腹痛くなったら絶対トイレ一人で行けないんだけど。帰る。いるよ、多分。ヘビもいる。かわいそうに。深い眠りにつこう。素敵なキャンプ場でした。うん、綺麗で静かで。いや、札幌市内とは思えない、本当に。冬も言ってたけど、夏の景色もいいね。毎週来たよ。本日もおいしい。ご視聴。あ、出さないと。あと牛タンめっちゃうまかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。明日はラーメン作ります。今もう出し取ってます。早起きはしません。目覚ましなしで起きます。